4メチルピリジンは化学式 CH3C5H4N で表される有機化合物4ピコリンとも呼ばれる不回収を持つ透明液体であり他の複素乾式化合物を合成する際のビルディングブロックとして用いられる引火点は摂氏37度と比較的低く日本では消防法で危険物に指定されている4メチルピリジンはコールタールから単理でき また工業的な合成もできる。アセトアルデヒドとアンモニアを酸化物触媒を用いて反応させることにより生成する。4メチルピリジン自体にあまり利用価値はないが、医薬品など他の有用な化合物の専務代として利用できる。例えば4メチルピリジンの案も酸化により4シアノピリジンが得られ、こちらは結核治療薬のイソニアジドのような 有用な化合物に変換できる。4メチルピリジンの強薬酸である4メチルピリジニウムイオンのプカチは5.98である。対してピリジンの強薬酸であるピリジニウムイオンのプカチは5.25なのでそれよりも0.7ほど大きい。このことはピリジンよりも4メチルピリジンの方がプロトンを受け取った状態が安定であることを意味する。そして よりプロトンを受け取っても安定であるということは、よりプロトンを受け取りやすいということ、すなわち、より塩基として強力であることを意味する。つまり、ピリジンよりも4メチルピリジンの方が、より強い塩基であるとわかる。a b ピコリン純正化学株式、会社製品検索、MSDS 検索 AB 新吉清水、渡辺、明、片岡、 高幸正治、信幸安部、新寺森下、久尾市村ピリジンピリジンデリバティブズイン、ウルマン、S ・エンサイクロペディア・オブ・インダストリアル・ケミストリー2007ジョン・ワイリーサンズ、ニューヨーク、ドイ、10.1002千435万 6007A22399 ありがとうございます。